私の好みが分かってるじゃないか。ありがとう。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 植物、そうかしら。知識の吸収、もし気になる花とか。カサネと私、意外といい感じ。意外だったかしら。そうね、これがいい感じということなのかもしれないわ。マジか、ありがとな。マジか、ありがとな。マジか、ありがとな。お、悪いな。
うっとりしちゃうわ。いいのか。皆さんに心配をかけてしまったわね。ごめんなさい。無理してないよな。大丈夫よ。それに急ぐ。またあそこに戻るってこと？ええ、クナドゲート内部にあるもつれを消す。もつれ、詳しい説明は。わかった。みんな、お母さん、こっちに座って待ってたら。ありがとう。大きくなっ、海抜群に入ったのね。元気だよ。そう。ってところね。ありがとう。私の待つ、そろそろ出発できそうかし。あ、ママ、カサネがいい子に育ってくれて、よかったなんて言える立場ではないのだ。謝らなくていい。ママは殺されかけたんだ。それにスオウに来てからは。それじゃあ、カサネ、うん、こんな私を。早速だが、クナドゲートへの対処法を教え。結論から言うと、ユイとカサネ、ここで言うもつれというのはあくまで概念よ。トゲツの理論によると、時間跳躍のたびにクナドゲートのよ、それが消えていないのはユイとの力が。クナドゲートは理論上作られるはずのゲートとは違って、歪んだゲートを経由する時間跳躍は、そのもつれさえ解くことができれば。歪みか、まだピンとこないけど。もしかしてクナドゲートの中にはあの不思議な空間があるのか。ユイトも見たでしょ、初めてゲートが開。ああの変な絵。そうよ、クナドゲートの中にはレッドストリングス能力者の主観にのみ存在する概念空間。時間を移動するための駅、
うん、ユイトとカサネにしか認識できないわ。そしてゲートが生まれたこの2020年から他の時代へ時間接触、時間跳躍を含んだもっと広い意味ね。その時代にたどり着かなくても、つまりその時代にレッドストリングス能力者の存在が一瞬触れただけで干渉したことになる。実際にどの時代にもつれが発生しているかはあなたたち二人が行って確かめるしかないわ。結局はユイトとカサネに託すしかないのか。もつれを見つけたとしてどうやって解くのかも言ってみないとわからなそうだな。クロノスターミナルは二人の超能力で概念化された世界だから、二人なら解き方も必ずわかるはずよ。理屈じゃなく直感としてね。それに微弱とはいえ私もレッドストリングスを使えるから、ここから二人をサポートするわ。とにかくまたレッドストリングスを使ってクロノスターミナルへ行けばいいのね。今度は俺も一緒に飛ぶんだな。どんな危険が潜んでいるかわからないぞ。しっかり準備をしていけ。二人とも危なくなったらすぐ帰ってきてね。ああ任せてくれ。そのお袋のことは頼む。大丈夫、心配しないで。若菜さんは私たちが守る。さあゆっくりはしていられないわよ。行けそうなら私に声をかけてね。レッドストリングスのコツはなんとなくつかめた。今度はユイトもいる。私がしっかりしないと。重ね。ええ、二人で意識を集中して。クロノスターミナルへ。必ずもつれを解くんだ。本当に来られたあの窓みたいな風。キョロキョロしてる場合じゃないわよ。3回目ともなると重ねは冷静だな。これは俺たちを見…カイ、どうしてクロノスターミ…落ち着いて。そこはあなたたちの認識で形づく。恐れや不安、感情の揺らぎがそのまま場に影響して。つまりこの怪異たちは。そう言われるとなんかカッコ悪いけど。あなたたち二人ならき、俺たちの愛識が作ったってことは、この怪異は幻なのか。二人で片付けましょう。本物しか見えないぞ。今だよ。脳が本物と認識している以上、実在しているのと同じよ。無駄よ、終わりだ。本気で戦わないと危険だわ。行ける、ゼミン。殲滅するわよ、信じてるわ、カサネ。無駄よ、終わりだ。さすが重ね、今のは決まったな。決めるわ。今だ、重ね。このままでは火傷する。私がやる。さすが重ね、
今のは決まったな。無駄よ、終わりだ。さすが重ね、今のは決まったな。ねえ、何か感じない？ああ、頭の中がざわつくような妙な感じだ。この風景は偽。ああ、理屈はわか。これをほどく方法は。ええ、私も感じ。仕方ないわ。押し切るわよ。飛ばすわよ。大丈夫。私たち二人ならきっとできる。そうでしょ、ユイト。ああ、そうだな。ユイト。これで。なあ、あの日俺を助けてくれてありがとう。え、11年前病院で俺をはっきり思い出したんだ。ベルペッパーだった俺は、俺が力に目覚めたのはきっと。何それ、超能力は分けられ。うん、自分でもおかしなことを言ってるって。はあの日の出会いがあったから、そう思うんだ。ありがとう、カサネ。どういたしまして。さて、これでもつれはほどけたよな。みんな、ママの力。もしかして。だったら簡単な話だな。さっきのもつれ、本当にほどけたんだよな。そのはずだけど、どこかすっきりしないわね。重ねもか。何かが引っかかるんだよな。また出てきたぞ。あれって50年後の未来、消えたはずじゃ。この怪異はユイトを襲った。これでこの未来は。カサネは過去に戻って歴史。それはクナドゲート。ああ、正しい形のレッドストリングスって。そうね、過去に戻ってお姉ちゃんを助けたかった。な、ふとした瞬間にもう、うん、お姉ちゃんが怪異になる歴史を変えられるなら。もし。どうして。たとえ過去の何かを変えたとして、私と同じ体にならなければ、スカウトなんてされない。望む結果が得られるまで永遠と過去を。お姉ちゃんだけじゃない、この世界全ての人の人生を。自分の願いさえ叶えば他はどうなっても。苦しくて受け入れが。ごめん、変なこと聞。でも聞いてよかったよ。重ねも同じなんだって分かって。そうだった。でもこう考えるようになったのは多分。それは私も同じね。昔の私なら。入隊の頃の重ねならまず俺との会話を続けてくれなさ。別にそんなことは。まあ、お母さんの。でももう時間跳躍した時代なんて。大丈夫、脳のつ急いだ方が良さそう。時間跳躍したのってさっきの2つの時代だけだよな。ええ、
他に接触した時代なんてあったかしら。あれってスメラギの門。あ、ヤクモスメラギの。元連隊長、まだ湧いてくるのね。とにかくもつれを早くほどこう。現場手伝って。はぁ、一点集中。今の場所が狙いどころみたい。よし、ユイト、俺たちやったのか。多分だけど何か。ユイト、おか、ママ。よかった。私たち、どういうことだ。それは。お疲れ様。え、ママ私たあとは私に任せなさい。ありがとう、元気に育ってくれて。そのつながりはどんな赤い糸よりも。ま、過去に戻るのか。戻ったら渡月が必要なことなの。ごめんなさいね。これ以上一緒にいると辛くなってしまうから。待ってくれよ、まだ話したいことがたくさん。ママ。ユイト、重ね、どうか幸せな未来に生きてくれますように。脳は渡しても。カイト、重ね、
捕獲対象若菜の死体を確認。死因不可逆な記憶全消去処置が実行されたと思われる。記憶否定の命令手順に従い。そうか。ママ、自分がいる限り、クナドゲートは消えないんだ。二人にも、おばさん。若菜さんは若菜さんが過去に戻り、本当はもっとお前たちと話したかったはずだ。ごめん、悲しいのは二人なのに。おい、その若菜さんはこの時代の人ではないから。気持ちをこらえて。11年前のもつれをほどいた時の違和感。妙だね。若菜さんは戻ったな。私たちが感じたもつれ、11年前と50年後は？ヤクモ、俺たちがヤクモが暗殺される。何言ってんだ。確かにヤクモは私たちにもよくわからないわ。あの時はもつれのことでいっぱいいっぱいだったけど、カレンはカサネの超能力、いや、そうだ、カレン元、つまりクナドゲートが消えないのはカレンがでもユイトたちはもつれを見つけられなかったのよね。カレンのもつれはそうだね、その通りだ。カレンをクロノスターミナルへ連れ渡る。カレンの所在思って調べてるが、全然。仮にカレンが過去へカレンを探しに行くという。おい、お前たちが見たのは顔をはっきり見たんだから間違いないわよ。でもあれはヤクモだよ。確かに伝承のマスク。ああ、そうだ。一人でな。そう焦らせんなって、つぐみちゃん。事故からしばらく経った頃、急に人が変わった。本物のヤクモは未来から来たカレン。だからどうなの、結局確かめる。いや、飛ばなくていいのかも。ヤクモスメラギは兄さん、あの方は。そうか、スオの地下にヤクモがいるなら、ヤクモに会えば。カレン元連隊長がヤクモと入れ替わっていたなら、
あの人がどうしてそんなことをしたのかわからないけど、事情を話して、もつ…だけど、一体どこで眠ってるのかしら。ヤクモがいる場所って言われて、まず思いつくのは…どうなの、ユイト。やっぱそうなるよな。スメラギ寮の管理は、代々当主が受け継ぐんだ。本部長ですか。実はさっきから兄貴の端末に連絡。よし渡る、吹雪連隊長に頼んで兄貴に事情を伝えて。オーケー、任せとけ。ならば一旦アジトに戻らないか。そうね。ありがとう、ゲンマ。おかえり。吹雪連隊長には連絡いる。サンキュー。わ、ついでにカレン連隊長の状況も聞いてみたん。そうか。今のところ他に手がかりもないし。ルカと少し話したいかな。大丈夫よ。カフェ。それで？その…言いにくいのはよくわかったわ。会話の練習ね。重ねがいいの。そう。でも練習って。最近特に。そうなんだ。そうね。あ、じゃあ特にないわ。そうなんだ。ええ、よく知らないわ。そう、うん、あの、つぐみ、思ったんだけど、やっぱり、無理に話題を探さなくても、植物の話とか。そうだけど、じゃないと、みんな、私と…そのみんなっていうの。え、私今までつぐ、ええ、世間のみんながどうかは知らないけど。でも私重ねは話すのも遅くて。私そんなに我慢強い方じゃないから、迷惑だと思ったら。つぐみは私の知らない知識をたくさん持ってるし、そういう優しさが、なんとなく。重ね。つぐみ。大丈夫。ただ、そんな風に、私、ずっと変わらな、でも、重ねみたいに、私。きっと、私一人じゃないわ。今ここにいる。そう。じゃあ。ええ。あの、
私、それはない、構わないわ、別に嫌じゃないから。それって今、つまり私たちだいぶ前から友だ。うん、いいわね。みんな、ちょっと話…え？すまん、だが…玄馬がそんな深刻な顔をするなんて…玄馬はいつも…俺の顔のことはともかく…そういう話なら僕も言いたいことがある。その個人スペースって、ユイと態度重ね…それぞれ自分の占有スペースを決めて…確かに嵐の荷物はあちこちに散らばっていますね。ああ、今朝測ったら。さすが。どういう言い具…別に床に線が引いてあるわけじゃないし、広げてはいけないなんてルールはなかった。それはあんまりだわ嵐。だったらルールを作ろう。そうだな、私と勝負して。その代わり、私が勝った場合、もともと嵐が不正に取ったスペースなのに。勝負って…いや、ゲームでどうだろう。ちょうど面白そうなソフトを見つけたんでね。お、そいつは昔海抜群で流行った懐かしのファイナルジョッキーじゃねえの。俺様、スオーの天才ジョッキーとして名を馳せてたわ。もちろんだとも。よっしゃ、嵐のスペースはカゲロウ様がいただくぜ。落馬してない。マジかよ。でも嵐、ズルしてた。おや、それも作戦だよ。超能力を禁止するなんて。誰、レンダですか。このゲームはレ、おっと、わかったぞ。あら、くな、悔しければこのユニットの真の王たる私に全能力を。だったら、またプランターを置く場所を増やしたいし。あ、俺もバッキーちゃんのコレクションを並べるスペースが欲しい。俺は遠慮しておく。そういう、私も不参加よ。バカバカしい。嵐の荷物なら勝手に念力でどかすわ。僕も見学に回ります。ゲームより体を動く。はいはいはい、フレイザー兄弟もさ、巻き込まれちゃった。このゲームは何人まで同時。なんか、あら、私も参加したいわ。ちょっと待ってね。ラッキーカラーのさ、これでラッキーパワー。よし、それじゃあ全員まとめ。さーて、始まりました、ユニットスペース争奪杯。実況はカゲロウ、解説はルカ。あ、僕ですか。さて、各馬一斉にスタート。嵐選手早い、超高速のボタン連打で。まずは嵐の動きを止める。あれはユイトが念力で嵐のボタン。私に逆らうとはいい度胸だ。え、せっかく取った便利アイテムを無駄。さすが嵐、汚いですね、超高速で。一方、俺様の天使つぐみ選手の馬は止まって。気がついたら馬の、あ、私も同じ、つい向きになっちゃって。通常の連打では
バグを引き出せないのでしょうね。それにつぐみ選手も花火選手もゲームには使いにくい超能力のため不利であることは否めません。ふん、超能力を使わなくても普通に脳を使えばいいんだ。おっと、シデン選手、嵐選手がユイト選手の邪魔をしている間に嵐選手の真後ろについた。くらえ。あら、急にシデンのキャラが動かなくなったけど、な、どういうことだ。動け。シデンが無意識に放電したんじゃないでしょうか。なるほど、爪の甘いシデン選手らしいですね。なんだと、かげろう。おっと、フレイザー兄弟がお互いにお邪魔アイテムをぶつけ合っているぞ。二人ともすごい形相だ。あの二人は何をやっているんだ。喧嘩しているんじゃないでしょうか。そうか、何を言い合っているのかわからんが。そうなんだよ。うるさいわね。ちょっと操作を間違えただけなのに先に。別にゲームなんてやりたくなかったのに。レースの中継に戻ります。まだレースを続けているの。でもかなり離されてしまっていますね。おっと、この音はまさか隠し無敵人参が。あら、人参強化お姉様ダッシュ。え、な、嘘、強化の馬か。ではこのユニットのスペースは全て私がいただきます。これで審判問題はおしまい。なあ、今度は超能力抜きでやろうぜ。やっ、僕もですか。まあ盛り上がっているね。古いゲームソフトだ。レクリエーションも大事ですもの、ね。いやあ、嵐本当にゲームが上手いんだな。そうね、それなのに。おっと、重ねはおみ、え、どういうことだ。嵐と強化と玄馬はグルだったのよ。すまん、違う陣営にいた者同士が合流して戦うことになったんだ。強化も打ち解け合える機会を持った方がいいと言い出してね。私も玄馬もいろいろと仲間に迷惑をかけたことがあるから。それに嵐があえて敵役を買って出てくれたのよ。共通の敵を前にすれば。そんな大層なことじゃない。みんなのチームワークが良くなれば。じゃあ嵐はわざと自分。いいえ、それは違うわよ。カゲロウも俺たちの仕掛けに気づいてくれたよ。ああ、すぐにゲームに乗ってきた。ま、なら大成功だな。みんな楽しだろう。仕掛け人の私も気づいたら本気。確かに。ああ、な、どうだい、重ねと玄馬も参加してに。今日の私はめし、重ねもいいだろ。いいわよ。なんだか無性に花火と話したい気分。重ね、ちょっと試したい筋トレがある。ええ、いいわ。これからベンチプレスをするつもりなんですが。だから重ねの念力で。ば、そんな負荷のかけ方をしたら危険じゃない。いいえ、何が。分かったわ。バーベル全然持ち上がってないわね。いえ、もう少し粘り強いというか。はあ、結局一、こういうトレーニングは非現実的だと分かっただけでも
辛辣ですね。どうしてそんなに必死になっているの？自分の限界を超えたいんです。自分が能力の有無にとらわれすぎていたこと。そういえば、自分が何をするか、何をしたいのか。でもそれはあまりに大きい目標でした。目標って？ベルペッパーの人間が他の人間と平等に扱われる社会を。今のニューヒム下では能力のない人間は。そうね、私もこの間まで。僕が能力を失うことを恐れるのも、そういう社会的な。そこを変えなければ。僕も。確かに大きい目標ね。でもそれがさっきの無茶なトレーニングにつ。それは肉体的な限界を乗り越えることで。一人で国全体を変えるとなれば、今のままの僕ではいけないんです。もっと必死にならないと。そうでなければ成し遂げられない。そうね、確かにルカ一人には大きすぎる問題。コソネ、ちょっと見てて。何するんです？年齢。それを言うならこんな無茶な取り。それは私が言いたいのは、このバーベルも、何もかも一人で抱え込む必要は。国を変えるなんて一人では無理よ。無理なことはたくさんの人と協力していけばいいんじゃない？重ねの言いたいことは分かりました。でも僕に兄のような人。ルカって私の話は覚えているのに。僕が話し。はっきりと自分の意思を持った人間は。今のルカははっきりした目標と意思を持ってる。なるほど。僕はやるべきことを履き違えていたようです。人の助けを借りずに自分が強い。いえ、今の自分には無理だ。そうね、一歩踏み出してし軽く言ってくれますね。戦いが終わったら僕にできる限りのことをしてみます。すぐには変わらないとしても、いつかベルペッパーであることを。私もできることがある。ありがとうございます。ではまずバーベルを戻してくれますか？いいけど、もう変な無茶。ええ、もちろん普段通りのトレーニングですよ。それでも無理をしないからといってトレーニング。やっぱり強情ね。15。聞こえてないみたい。でも花に合った水の分量を考えて。おう、バッチリよ。俺が愛する。わかった。わ。つぐみとよく話しているわね。おや、焼いてるのかな。だんだんわかってきたわ。もし。あ、そうだ。今話題をそらし。いい女はそういうこと突っ込まないの。隠れ家って？ああ、ここらで工作任務をやってた時に先渡月の内部情報やら極秘データやらがまだ残ってるはずだから、どうせなら取ってこようと思う。内部情報？政府のためってわけじゃねえけど。分かったわ。菊千葉だ。位置情報を送るからそこに向かうぞ。た、こういう時に限って怪異が出るのな。そういえば前にここへ来た時、あなたこの街を幽霊みたいって言ってたわね。
なこと言ったっけな。ちょっと自分と重ねちまってさ、取り残された寂しさっつうか、まあ単なる干渉ってやつだ。ほら先急ぐぞ。今の液体油かかったら動きが鈍くなるわよ。気をつけてね。敵は電気で攻撃してきてるわね。当たると大変よ。ビリビリして動けなくなるから。私がやる。ズミン、重ね。今なら敵はしびれて動けないわ。いける。敗北は許さないぞ。信じてるわ、カサネ。なあ、カサネ。この間、ほら、水葉川でお前があれから俺なりにいろいろ考えてみたんだ。渡月の計画を止めた時点で、俺みたいな過去の亡霊はそろそろお役御免。お役御免になったのはあくまで昔のあなたでしょ。今ここにいる影楼は。なあ、カサネ。気づ、どういう意味？俺は月とか渡月じゃ、シン・ダニエルって名前で呼ばれてた。カゲロウ団なんてただの偽名だ。言葉の通り存在しないカゲロウなんだよ。あなた自身にとってはそうなのかもしれない。たとえ本当の名前が何であっても、海抜群で私、それにさっきつぐみと楽しそうに話してたあなたは、つぐみも私たちも昔の誰かさん。まったく、カサネちゃんって。そうだな、誰かに必要とされてるってこと。そろそろ昔の自分に始末つけて、今のこの、ま、そのためにもまずは古巣の片付けをしなきゃな。隠れ家まであと少しだ。
注意ね。いつみ。決めるわ。着いたな、粗末な部屋だが。ずいぶん散らかってるわね。そうらしいな。ダメだ、データも何もかも持ち去られた。俺が裏切ったと気づいた時にお片づけ。予想してたならどうしてわざわざこ。ん、まあな。何か見つけたの？それは写真？ああ、まあ。昔ってもしかして家族の写真だった？いや、いいんだ。別に写真はこれ一枚ってわけでもね。でも形がなくなっても残るものは、大事なものを失ったからこそ生きなきゃならないって。俺もいい加減先に進む時ってことなんだろう。いつまでもくよくよ引きずってちゃ、あいつらにもさっさと子離れしろって怒られそうだしな。そう、わかったわ。ああ。カスネ、今日は付き合ってもらってありがとな。先に進むと言ってたけど、まずは過去にケリをつける。トゲツに関わってきた人間として、自分たちが引き起こした全ての結末を見届けなきゃな。それが終わっ、その後は新しい人いいんじゃない。それでこの間、おやおや、カサネ君、大人の魅力に気づいてしまったようだね。どういう意味だ？あなたが言うデートって、要するに成長した。参ったね、どうも。年甲斐もなく若い子をデートに誘う痛いおっさん。分かったわ。あ、やっぱお兄さんね。俺の繊細なガラスの歯。結局いつも通りの影楼ね。ああ、カサネ、ちょ、聞く千葉に、ちょっと話したいことがあるんだ。この間、水…分かったわ。でもお弁当は作らなくていいから。ああ…なんだか…あのビルの屋上に行こう。どうせなら、地上が見渡せるような場所で話したいんだ。分かったわ。それにしても
なあ、カサネ。前って。ほら、二人で瀬戸隊長の万年筆を。ああ。お姉ちゃんのためにユイトに会って、瀬戸さんのために万年筆を。あの頃は、自分がこうして世界を揺るがすような事件に巻き込まれるなんて、夢にも思わなかったよ。自分だけじゃないわ。周りの人たちにも何が起きるかなんて想像もしてなかった。そうだな。もしもし、ちょっとお邪魔するわよ。そのあたりに大きな怪異の群れを2つ確認したわ。かなりの数よ。このあたりじゃちょっと見ない規模かも。2人なら問題ないとは思うけど、一応気をつけてね。了解したわ。二手に分かれよう。その方が早く済む。分かったわ。じゃあ私はこちら側を。ある程度撃破したら連絡するわね。ああ。思ったより数が多いわね。ね。ユイト。よっ。どちらも応答なし。通信障害だわ。囲まれたわね。こんな急に通信障害が起きるなんて。二手に向かれたのは迂闊だったかしら。この調子なら問題なく終わらせられそうね。ユイタの方が大丈夫かしら。いける。終わりね。不要な心配で、ユイトなら大丈夫。今ならそう信じられるから。不思議な気持ちで、信じるなんて、そんな風に思えるのはお姉ちゃんだけだったのに。離れていても、声が聞けなくても、はっきり感じる。ユイトもどこかで戦ってる。私を信じてくれている。だから大丈夫。続けていく。後ろは振り返らない。私は私の戦いをする。
ユイトの私は特に不安は感じなかったわ。俺は正直ドキドキしたよ。相手がユイトじゃなければ失敗していたと思うわ。嬉しいな。私そんなにいつも厳しかったかしら。ここからだとニューヒムか。それで一度カサネに聞いてみたかった。戦いが終わったら。え、なんとなく私はどんな答えでも。ありがとう。世界を。ああ、この国の嫌な部分た。そうね。スオでもセイランでもトゲツでも。もっと強い超能力をとか。超能力でこんなのもう終わりにしなきゃいけない。だから俺今みたいに何もかも能力に頼らなくてもみんなが暮らしていける世界に。きっとかなり時間はかかるだろうけどさ。ベルペッパー、そうだったわね。今のところ大きな変化はないかな。でも意外と落ち着いているのね。先のこととはいえ少しは落ち込んだりして。そう言われるとそうかな。まあ不便にはなるけど、さっき通信障害が起きた時も同じことを思ったんだ。さす似たようなことを考えてたのね。
超能力をなくすのはあんな感じなんじゃないかな。顔が見えなくても声が聞けなくても。頼もしいわね。最初の頃は正直でも今のユイとは違うわ。きっこそね。いいえ、私も安心したわ。え、まだはっきり目的が決まってるわけじゃない。外？まさか。人類が月から来たって話を聞いてから、この世界の外に私の知らなかった世界があって、そして地上と同じようにみんな苦しんでいる。そう考えたら放っておけない気がしたの。月の世界か。は、まして、そこに生きてる人たちを助けるなんてか。すごくなんかないわ。私はただ、そう、お姉ちゃんにずっと守ってもらっ。カサネはさ、そうやって誰かを守るためにまるで怖いものなしみたいに。もう十分なっていると思うわ。それにさっきあなたも言っていたでしょ。それってお姉ちゃんだけじゃないわ。ママとの記憶も全部私の胸に残ってる。一人でも一人じゃないってことか。だから今ならどこへでも行ける気がするの。行けるよ。きっ、ありがとう。ってことは私たちだけじゃないわ。みんなそれぞれの、うん、離れていても仲間。ああ、さてと。そうね、戦いの前にも後にもや。でもちょっと楽しみだな。簡単なことではないわよ、お互いに。ああ、絶対。時間をかけるのもいいけど、のんびりしていると。え？これ競争なのか？カサネ、待ってくれ。私に？これは、イヤーカフ。ああ、このイヤーカフが俺を守ってくれたみたいに。ああ、もちろん記憶の保存とかの機能はないけど。ありがとう。綺麗ね。喜んでもらえてよかった。どうしても俺にとっての重ねって憧れの目標だったり。でもはっきり言えるのは、まあ命を狙われたことがある友達なんてまあね。でも一番最初、あなたが子供の時のこと。何年？ああ、ずっと覚えてたよ。この顔は俺を助けてくれる人の顔だ。いつでも思い出すと心強い気持ちになれたんだ。俺もカサネにとってそういう存在になりたいんだ。カサネがどこにいてどんな状況でも。ええ、よし。私は後から戻るわ。そうか。広いわね。空も大丈夫。やっていけるわ。さあ。前に重ねを頼りにしてるって言ったけど、どういうこと？みんなにもたれかかられてばかりだと疲れちゃうだろ。俺も重ねにとってのナオミにはなれなくても、俺にとってのバッキーちゃんにならなれると思うんだバカね。
俺、カサネとこうして一緒にいられて本当によかった。俺と出会ってくれてありがとう、カサネ。私も同じよ、ユイト。あなたのことをこんな風に思うようになるなんてね。